甘いざれ事はもう終わりだ。 立ちはだかる者は私の敵だ。 案ずるな。早めに終わらせる。 行こう。絶対に勝つんだ。ヤタガラモン、全ては整った。 Thank you.
に任せておけ。案ずるな。早めに終わらせる。私が動く。漫画来たんだね。俺に任せておけ。案ずるな。早めに終わらせる。私が動く。力を奪えば問題ない。番が来たんだね。何やってるんだよお前ら。さっさとあいつをズタズタにしてやれ。カイト、落ち着けって。冷静に戦わなきゃ勝てる戦いも勝てなくなる。余裕ぶってんじゃねえよ。てめえも所詮他人事だと思ってんだろ。カイト、ミュウの恨みを晴らしてやれ。ミュウを奪った奴ら全員地獄へ落としてやる。
俺に任せておけ。案ずるな。早めに終わらせる。死ぬわけには。私が動こう。案ずるな。早めに終わらせる。私が動く。動くべきか。
戦力を減らすつもりはない。案ずるな、早めに終わらせる。もう一つ、私が動こう。僕たちの勝ちだ。まだだ、まだ。もうやめて、これ以上は無理よ。まだ私は負けていない。負けて、いない。とどめを刺してやる。待ってくれ、カイト君。どけよ。君の怒りはもっともだ。だが少しでいい。話をさせてくれ。
やめてくれカイト、もう決着はついたじゃないか。これ以上痛めつける必要なんてない。傷つけ合わなくていいんだよ。君とミユキの間に強い絆があるのは分かっている。私は君からミユキを奪ったりはしない。嘘だ。だってお前はミユキを見捨てて。嘘などつくものか。私は感謝しているのだ。君が辛い思いをしたことはよく分かった。私の存在が君をどれだけ苦しめたかも。どれだけ私を恨んでもらっても構わない。しかし今は協力してほしい。主の言葉を信じたところで、君に待つのはさらなる忍耐の日々だけだろうから。な、何を言う。私は君にこれ以上の苦しみを与えたくない。そしてミユキにも。お前がミユキを語るなと。主が約束を守る保証などない。賢い君なら分かっているはずだ。それでも約束にすがってしまったのは他に方法がなかったからなのだろう。そもそも最初にミユキを脅かしたのは主だ。そして今度は君が主に騙され苦しめられたと知ったら、その時一番悲しむのは。みゆきだよな。レナモン、姉さんを、みゆきを主の手から取り戻そう。あの日私たちがするべきだったことを今成し遂げるんだ。愚か
このりし裏切り者に天誅を。みゆき、もうそこにはいないのか。みゆき、お前が寄り添っていた時とは違う。巫女の魂は我が内に沈んだ。いくら訴えかけたとて声なぞ届くはずもない。じゃあやっぱりお前は獣ごときの言葉に応じる必要などあるまい。騙したのか私を。レナモン、耳を貸しちゃダメだ。ミユキはあの城で教授の声に応えた。みゆきの魂はまだきっと主のそばにある。みゆき、我が運命の子供、私の声を聞いてくれ。すでに我が手中におり。違う、みゆきはお前のものなんかじゃない。あの笑顔も歌声も優しい心もお前なんかのおもちゃにしていいものじゃないんだ。雪を離せ。これは。そうだレナモン、私たちの思いを力に変えてくれ。レナモン、ワープ進化。力は満ちました。昨夜も行くわよ。
よし、俺が行こう。絶対に勝つんだ。ヤタガラモン、すべては整った。俺に任せておけ。さあ、行くわよ。俺に任せておけ。行くわよ。
俺に任せておけ。私が動く。さあ、行くわよ。任せておけ。私が動こう。さあ、行くわよ。俺に任せておけ。くらえた。私が動こう。すぐやられたらごめん。これで楽になるよ。どう動くべきか。俺に任せておけ。私が動く。私の力、思い知れ。ラグラモン、よし。協力しましょう。手当てしてあげるわ。さあ、行くわよ。私も手伝うわ。今度は何だろ。
動くべきか。俺の力も上乗せしよう。俺に任せておけ。くらえ。さあ、行くわよ。俺の力も上乗せしよう。今後は何だろ。はっ。番が来たんだね。私の番ね。もっと守れる力を。ならば。どう動くべきか。任せておけ。私が動こう。さあ、行くわよ。俺の力も上乗せしよう。今後は何だろ。番が来たんだね。どう動くべきか。俺の力も上乗せしよう。俺に任せておけ。私が動こう。さあ、行くわよ。今後は何だろ。番が来たんだね。どう動くべきか。俺に任せておけ。
が動く。さあ、行くわよ。私が動こう。さあ、行くわよ。取り戻せなかった。でも分かったよ。みゆきはまだ主の中にいる。言葉も声もやっぱり届くんだ。声が届く。そうだ。ああ、私の声も届いた。レナモン、すまなかった。辛い思いをさせてしまった。そして、ありがとう。姉さんに寄り添ってくれていて。みゆきは他の人間とは違う特別な力を持っている。巫女の力ってやつか。そうだ。生贄にはならない代わりに力を振るえる。
飢餓の世界をつなぐ扉を開ける力、それがあるから主はミユキに執着しているんだ。主の目的はミユキの力で扉を開いて何をする気なんだ。復讐だ。人間の世界に攻め込む気なんだ。この世界が霧に飲まれ壊れ始めているのも主の目的と関係しているのかもしれない。主の目的を阻止しないと私たちが帰れないだけじゃなくて、両方の世界が霧に飲み込まれてしまう、そういうことよね。私は主からミユキを助け出したい。レナモン、僕たちの目的は同じだ。ジジモンさんは最後にはミユキちゃんを倒すしかないって言っていたわ。だとしても私たちだってミユキちゃんを助け出すためにギリギリまで考えたい。そうだよ、だって私たちの声はミユキちゃんにちゃんと届くんだよ。さっき実際に届いたじゃない。だからきっとこれからもみんなの気持ちは届くって。みゆきちゃんに声を届け続けられたら、それでみゆきちゃんが自分を取り戻せるなら。うん、やるだけやってみようよ。助けられた方がみんなハッピーだもんね。お前たち、お前もっと俺たちを頼れよ。ハルとしてだったけど一緒に過ごした仲間だろ。共に行こう、レナモン。僕たちでミユキと世界を救おう。それじゃあみんな、一度校舎に戻って疲れを回復しよう。ちびっ子たちの様子も見たいしな。ドラクモンはどこ？さっきまで近くにいたはずなのに。え？あ、あれ？カイト？ねえ、この状況でカイトがいないってちょっとヤバくない？カイト君、聞こえたら返事を。ねえ、カイト君、ドラクモン、どこ？レナモン、カイトの行方はわからないか？すまない、それがわからないんだ。確かに、ここへカイトを連れてきたのは私だ。幻を見せたの
幻にヒントがあるかもしれないわ。一体カイトに何を見せたの？具体的にはわからない。ある程度なら予想がつくが、幻は見る者の心によって変わるんだ。そのものが今最も辛く苦しいと感じている記憶が元となる。私はカイトに復讐をそそのかし呼び出した。ならカイトの見た幻は当然。このまま放っておいてカイトの心が復讐に取りつかれちゃったら。主につけ込まれるかも。うん、それ以前にドラクモンが危ないよ。ああ、ドラクモンがロップモンのように邪悪な進化を遂げてしまう可能性すらある。手分けしてカイトを探そう。急がないと手遅れになる。ことを教えてくれた。いいこと？復讐って言葉だ。待てカイト、何を考えている？てめえならわかるだろう。俺とてめえは絆で結ばれてるんだろう。カイト、俺からミュウを奪ったやつら、ミュウを助けなかったやつら、そいつらが悪いんだ。俺がそれを分からせてやらないといけない。ミュウ、お前を苦しめた奴らは俺が懲らしめてやるからな。一人残らず全員俺がこの手で。Ha ha ha!